タイトル解消しますけども、今日のタイトルが、乙武政治家目指すってよっていうタイトルにしたんですけど、乙武弘忠さん、忠弘さん、僕毎回名前わかんないですけど、まあ乙武さんっていう面白おじさんがいるんですけど、で、面白おじさんの乙武さんが、7月の日本の参議院選挙に出馬するっていうのがニュースになっていて、で、まあ、出馬して頑張るって話なんですけど、そうですね、一本大満足の方っていうのでだいぶ有名になられてると思うんですけども、とはいえ、なんでこのタイトルにしたかっていうのが、実は僕ちょっとその乙武さんに性的なネタで絡み続けるっていう、嫌がらせをずっとやってたんですけど、さすがに出馬する人にやるのもいかがなものかなと思ったので、ひとまずその選挙終わるまではそういう絡み方をやめようっていうのを、公に言っておくと、多分やらなくなると思うので、なので、そういう絡み方はしませんよっていうのを、自分自身に対する戒めとして、とりあえず言おうと思ったっていう。で、今コメントだったんですけど、案外字が綺麗っていうのがすごいんですよね。乙武さんの乙武 .com っていう公式サイトに行くと、乙武さんの自筆の字があるんですけど、めちゃめちゃ字がうまいんですよ。僕、両手両足指20本生えてるんですけど、あんなに綺麗に字書けないんですよね。だからすげえなーと思って。まあ、置いといて。でですね、なんでその乙武さんが面白いかなと思ってるので、まあ、その、見た目面白いとか、頭が面白いとか、性格が面白いとか、まあ、いろいろあるんですけど、本当に政治家になりたいだけだったら、無所属じゃない方がいいんですよ。まあ、その、選挙の仕組みっていうのがいろいろあって、乙武さんが出ようとしてるのは東京都で出ようとしてるんですけど、政党の場合だけ、全国比例っていう仕組みがあるんですよ。政党じゃないとできないんですけど、要は例えば維新の全国比例ですっていうと、維新の会の日本中の人が維新の会のその人に投票できるっていう。例えばじゃあ乙武さんのファンって別に東京都だけじゃないじゃないですか、いるの。なので日本全国でじゃあ乙武さん面白いよね、投票したいよねっていう人がいたら、それ全部の票が取れるっていうのが、その全国から票を取るっていうのが特定のその政党に所属してないとダメなんですよね。で、なので、もしその乙武さんが本当に政治家になりたいのであれば、じゃあ自民党から全国比例で出ますとか、N 国党から全国比例で出ますとか、維新から全国比例で出ますって言っちゃうと、で、その政党としては、その比例で票がもらえると、その票自体が、例えば乙武、じゃあ自民党から乙武さんが、なんか、比例代表制で出ますっていう時に、乙武さんに入った票は自民党に対する票でもあるので、乙武さんも受かるし、自民党全体としての票も増えるので、結果として自民党の別の政治家も受かるっていうのがあって、なので乙武さんレベルの人が、じゃあ俺その政治家になりたいから、政党の公認にして、その比例代表にしてくれって言うと、多分どこでも受けちゃうと思うんですよね。まあ、そのこだわりのある共産党とか別にして。ね、まあ、もともと自民党から出ようって話もあった人なので。なので、その政治家になろうとすると、どっかの政党の比例代表に出ると、ほぼ確実に受かるんですよ。まあ、知名度がある人なので。ところがどっこい、そこの確実に受かる手段を捨てたんですよね。乙武さんが。どこの政党にも所属しません。無所属で行きますっていう。で、無所属で行った場合って、全国比例に出れないので、その日本人の中で、例えばじゃあその福島県とか大阪とかに乙武さん大好きっていう人がめちゃめちゃいっぱいいたとしてもゼロなんですよ。その東京都内の人の投票でしか勝てないっていう。っていうところでかなり不利なところをあえて行ったっていうので、まあ相変わらず頭おかしいなと思ったんですけど。まあ、それはその受かりたい政治屋さんになりたい。要はその、まあ、特定の候補の人を言うのもなんなんですけど、元おにゃんこクラブとかで、別にじゃあ社会に対してこういうことしたいよねとか、社会をこうしたいよねみたいなことを、僕が知る限り一言も言ってない人が、金儲かるから政治家になりたいよね、知名度あるから私に投票して、みたいな人が、やっぱり出てきちゃうんですよ。まあ、その政治家ってそんなもんなんですけど、で、そういう人たちがなるよりは、割とその、無所属でもいいから自分のやりたいことっていうのはこういうことですよっていうのをちゃんと主張した人が、まあ、政治家になった方が日本にとっては良いと思うんですよね。要はその日本をどうしたいかっていうので政治家になろうとしてる人と、金もらえるから政治家っていう、いや職業政治家になって一生安泰で生活したいから政治家になりたいっていう人の2種類がいるんですよ。で、
最近あの三角関数なんか必要ないよねとかって言い出してるあの元みずほ銀行の政治家の方がいらっしゃるんですけど、あの人もあの父親が国会議員でその地盤を引き継いだだけなんですよね。だからあの土地狂った頭のおかしいこと言ってたとしても、まあ、地盤があるからそのまま続けられるんだと思うんですけどっていう感じで、そのあの他の職業ができないけどある程度のそのまあ地盤だったり知名度があるから、あの要は政治家という政治屋さんとして国の税金で食いたいよねっていう人たちって、まあ、世の中にいっぱいいるんですよ。でそうじゃない人が政治家になった方がいいよね。ただ、まあ、先ほど言ったようにその政党に所属した方が受かりやすいんですよ。で政党に所属すると、まあ、その政治屋さんっていうのがうごうごしていて、でそこの政治屋さんがうまく生活するための仕組みっていうのを一生懸命作ったりするんですよね。あの今日のアベマプライムっていうあのテレビ朝日制作のネット番組で、あの明石市の市長の泉さんとお話をする機会があったんですけど、あのまあその子ども向けにいろんな明石市が対策してますよっていうので、で明石市の場合ってその子ども向けじゃ医療費無料とか、そのおむつ無料であげますよとかっていうのも所得制限かけてないんですよ。で所得制限をなぜかけないのか、その方がコストが安くなるんですよ。要はもうあのまあそのお金じゃあその18歳以下医療費無料って言ったら、じゃあもう病院に18歳以下が来たらもう役所が払うから全部あの請求書送ってきて、で送られた請求書に関してじゃあ役所が払いますで終わりなんですよ。でも所得制限をしようとすると、それを受ける子どもの親の所得はいくらなんですか、でそうっていうのを調べるっていうのでめちゃめちゃコストがかかるんですよね。でなぜそういうコストをかけた方がいいかっていうと、あの日本でもコロナ禍の中であの国民に10万円配ろうみたいなのがあったと思うんですけど、あの所得制限をかけるということで人をじゃあチェックして、この人に振り込む、この人に振り込まないっていう業務を作ると、その業務に対して業務をするための費用という形で税金がまた出せるんですよね。で確か日本の場合だとなんかサービスデザイン協議会っていう名前の電通とパソナと、あとどこだっけ、もう一社ぐらいがあのお金を出している謎の NPO みたいなところが、その休業保証金で何だっけ1000億円ぐらいを分配する団体っていうのを作ったんだけど、でそこのオフィス自体にはほぼ人がいなくて、取材に行っても誰も出勤してなくて、でなんかパソナかなんかが孫受けしていて、でそこの孫受けもまたひ孫受けに飛ばしていてみたいな感じで、結局誰がどう働いたか分かんないけど何割かのお金は闇に消えていてっていう感じでお金が動くんですよ。でなんでそうするかっていうと、闇に動くお金が生まれるとそこでチューチュー吸えるんですよね、政治家の方々は。なのでじゃああなたの会社でこういうことがあのまあそのこういう仕事っていうのができるようにするから、国の税金でじゃあ運送あげますと、なので次回ちゃんと献金してくださいねとか、もちろんあのうちの政党支持しますよねみたいな感じがあって、なのでその所得制限をかけるっていうことである程度その政治家が裁量が生まれて、でそこで自由なことができるっていう風にやりがちなので、所得制限だったりとか何らかのその許可だったり申請だったりっていうので政治家が判断するという部分っていうのを作りたがるんですよ。まあ分かりやすいと利権なんですけど、でそういうのはやっぱり政党に所属してると作りがちなんですけど、もうそんな場合じゃないよねっていうので、じゃあ日本にとって何が大事なのっていうのをやってなかったのが今までの政党だと思うんですよね。自民党にしても民主党にしても結局政権取ったとしても、あの今の日本って良くなってないよねっていうのは、まあさすがに多くの方が同意していただけると思うんですけど、あの先進国の中で20年以上経済成長率ずっと低いですとか、あの少子化がずっと続いていて、もう何年か経ったら日本国民っていなくなるよねってイーロン・マスクに言われたりみたいなっていうのがあるので、その所属政党という形で政治家の枠とか政治家のゲームの中に巻き込まれないで、じゃあ俺無所属で行くわって言った音だけさんは面白いなと思ってるんですよ。で無所属で行くと受からない確率結構高いんですよね、東京都で。まあいろいろあの有名な方々出てくると思うので、なのであの政治家になれなかったとしてもこうする方が正しいよねっていうところで選んだので、乙武さん面白いなと思ってるっていうのを、はい、説明しました。鼻かみます、すいません。
ただ乙武さんなんだかんだ言って金持ってるので、落ちても何度も何度も挑戦し続けると思うんですよね。なのでいつか必ず政治家になると思うので、死なない限り媚び売る人は媚び売っといた方がいいですよ、はい、要は無所属で人気のない時に媚び売っとくと、政治家になった後になんか昔から応援してくれた人ってなるじゃないですか。で、人は結局やっぱその毎年毎年なんか5体不満足1本大満足っていう本でめっちゃ印税入り続けて儲かってるんで、なので300万か400万かな、選挙に出るための費用、まあそんなもん別に毎年毎年ザラに出せるんで、でなんか国立競技場で俺 100m 歩くわっていうと、なんか500万円とかなんかボンボン湧いてくるみたいな、そういう人なんで、多分いつか必ず政治家になると思うんで、なので応援する人は今のうち応援しておいた方がいいんじゃないかなと思います。